追加マップ倒すぞー。どうももやしです。ということで今回は、追加マップのステージ47を倒していきます。46は簡単なので動画にしません。ということでやっていきます。ここのステージって絶対変わるよな。なので普通にやっても勝てなかったんですよ。ということで、謎の耐久パで倒していきます。まあ普通なら、軍神とかイカでやると思うんですが、持ってないんですよ。なのでこのパーティーでいきます。軍神とかと違って繋げやすくないので、そこそこ難しいです。ただ秒数制限ないのでできなくはないと思います。あとこのパーティー編成難易度そんな高くないので、軍神とか持ってない人で、ここ倒せない人はこんな感じので倒せるかもです。スキルマのフィーバー加速みたい。あとで報い一体化みたい。そして次が2キャラ入れればできるかな。ただ回復スキルは欲しいかな。でか次だけだとさすがにきつい。なのでルゼと国威入れてます。国威がアタッカーってことですね。ちなみにエルゼの技ってサボりなのですが、サボり技打つと、敵の硬直切れるので、アタッカーには向いてないですね。ただ出にくい1体だと安定性は怪しいです。なので出にくい1体か2体どっちがいいのかはわかりません。なんかループのコツとかないのか？個人的に感じたループのコツとしては、ボナダマ消すと、盤面がきつくなります。これひどい時はループがすぐ途切れるんで、弾処理するタイミングに気をつけた方がいいかな。あとこのパーティー軍神とかいないんで、繋げる組の間に他の組が入らないようにしましょう。まあ軍神とかならあんま関係ないけどね。そういえばパーティーを細かく紹介してなかったんで、紹介していくと、ソルカは出にくい。団長とコマミがフィーバー加速。国威が火力要因。エルゼが回復ですね。ちなみにスキルレベはこんな感じです。エルゼだけ1ですか。回復要因だから重要ではありますが、ただスキル書がないのでありません。ってことでこっからは早送りでいきます。硬直が切れたりしても、攻撃1万とかじゃないんで、割となんとかなりますね。ただエルゼスキル1なので、全然回復しないです。少しずつ回復してるけど、なかなかコピー打つタイミングが見当たらん。でその間に見つけてまた HP 減るっていう、これを何回かやらかしましたね。それってエルゼのスキル上げれば嫌です。え？どんだけ上げたくないんだよ。ってことでクソ時間かけて、ようやく1回目の国威です。これクソ時間かかるな。エルゼのスキル上げよう。ってことで国威2回目。国威の火力高いので、5回か6回打てば勝てそうですね。はい、国威3回目。ってことで国威4回目。ではなく、やば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 HP ない状態で硬直切れたんで負け確です。ってことで国威4回目。反撃スルーくれば勝てるかも。いけはい、まあ無理だよな。国威打って、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 そろそろ倒せるかな。火力足りないなこれ。まあでも、フィーバー終わりにエルゼ打って倒せそうだな。いけクリアー。よっしゃー、これでミッションクリア。3回クリアしよう。は？そういえば忘れてたわ。はい、2回目です。最初録画してなかったわ。あと少しで倒せそうだな。組がバラバラだから少し繋げづらいな。鉄砲に流出するとこんな感じになります。フィーバー中に繋げやすいようにできるだけ整地しましょう。ってことでフィーバー外で国威で倒せるかな。44000。これはいけるな。これでクリアですね。ラスト3回目。ここでプレイ映像を流していきます。スキップしたい方はこちらの時間まで飛ばしてください。Hit!
結構やばい状況やん。完全にミスった。負けるかもなこれ。硬直切らさないように頑張ります。また硬直切れててさ。もう諦めようかなこれ。なんとか回復はできた。あと刻位3回かな。ただここまで来れば、なんとかいけそうな感じはしますね。反撃そんな高くないんで、硬直切らさないようにしてやっていきます。そろそろ刻位打とうかな。刻位打った後全部に消えるんで、正直盤面は運ゲーです。はいまた早送り。あと一回打てば勝てそう。念のためもう少し回復させてから打ちます。勝ったなこれは。来たー。ってことでベルトゲットってことでツイッターフォローしてくださいお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。結局ベゼルないからウォッチ作れないな。